バイエルンの文章バイエルンの君主一覧では、歴史的領域としてのバイエルンを統治してきた君主について列挙する。バイエルンは、古来、様々な家系に羊を持つ公、焼王によって統治されてきた。1949年以降のバイエルンは、ドイツ連邦共和国の一州である、バイエルン州となっている。アギルロルフィング長548年頃、バイエルン一帯は、 フランク族の王の宗主の公の支配下に置かれた。おそらくは、フランク族内氏は、現地の有力な一族が公に選ばれており、フランク王国のために統治を担うことになっていた。知られる限りでは、最初の公は、アギロルフィング家の実力者である。ガリバルド内氏は、ガリバルド一世である。これが、アギロルフィング朝による広告統治の始まりである。 788年まで続いた。カロリング長、フランク国王は現在では世襲ではない統治者や文官を使ってバイエルン一帯を完全に統制していたと推測される。フランク皇帝ルートビヒ一世は帝国を結こと、分割し、分割状態はルートビヒ一世が840年に死ぬまで続いた。フランク族の支配者はバイエルンを自らの所有地として統治した。 ルイトポルト長、ルイトポルト長の創始者である、ルイトポルトは、バイエルン公ではなかったが、ルートビヒ一世の息子たちの下で、ケルンテン編教博となった。フランク族の力が、マジャール人の攻撃で弱まると、現地の統治者は独立性を増していった。ルイトポルトの息子のアルヌルフは911年に、バイエルン公の称号を請求し、920年に、 東フランク王ハインリヒ一世によって認められた。夫王朝ザーリア朝947年から11世紀の間、王は自らも含めてバイエルンの統治者をたびたび変え、一つの家系が統治することを認めなかった。バイエルンは短期間の間に複数の王朝下で統治された。フルベルフケとバーベンベルクや千七十年にローマ皇帝ハインリヒ四世は夫2世を廃止。 イタリアのロンバルディア貴族のエスティア出身のベルフイコールエステ家の初代ベルフ一世を据えた。ベルフ一世は後にハインリヒ四世と不和になり、19年間も行位を剥奪され、その間はローマ王の直接支配に置かれた。ベルフ一世は1096年に公くらいに帰り咲き、その後息子のベルフ二世とハインリヒ九世が継いだ。 ハインリヒ9世の後を息子のハインリヒ10世が継いでいるが、彼はザク戦校にもなっている。ビッテルスバッフハ家の文章、ビッテルスバッフハ家1180年に、ハインリヒ12世とローマ皇帝フリードリヒ1世が衝突し、フリードリヒ1世は、ハインリヒ12世からバイエルンを召し上げて、ビッテルスバッフハ家の夫一世に歌死し,した。以後、バイエルンは、 第一次世界大戦終結まで、ビッテルスバッフ家が統治するところとなった。第一次、分割、1253年1340年、編集1253年に、夫を二世が死ぬと、バイエルンは息子たちの間で分割された。長男のルートビヒ二世が上バイエルンを、次男のハインリヒ十三世が、下バイエルンをそれぞれ統治した。この状態は16世紀まで続き、 領地は、兄弟間で、たびたび分割されたので、公の一覧を示すのは困難である。下モバイエルンでは、ハインリヒ13世の後を、オットー3世、ルートビヒ3世、ステファン1世の3人の息子が共に統治することで、相続した。オットー3世の後を、息子のハインリヒ15世、ステファン1世の長男のハインリヒ14世、次男のオットー4世が共に相続。その後は、 ハイン・リヒ14世の息子のヨハン1世に受け継がれた。ウェバイエルンでは、ルート・ビヒ2世の後を二人の息子のルドルフ1世と、ルート・ビヒ4世が継いだが、後者は1314年にローマ王に選出されている。1340年に、ヨハン1世が死ぬとルート・ビヒ4世の下でバイエルンは、統一された。ウェバイエルン公国は、ライン級中白領と共に存続した。 1329年にルートビヒ4世は、オーバープファルツを含む、ライン吸中白料を、ルドルフ1世の息子に与えた。オーバープファルツは1623年に、シモプファルツは1777年に、バイエルンに吸収された。第2次、分割、1349年1503年、編集1349年から1503年に、かけて、 バイエルンは2回目の分割下に置かれた。1347年にルートビヒ4世が死ぬと、2年後に6人の息子の間で、浄化バイエルンは再び分割された。1353年に、下バイエルンは、バイエルンランツフートとバイエルンシュトラウビングに分割された。上バイエルンは1363年に、バイエルンシュトラウビングとバイエルンランツフート、 1375年のシュテファン2世の死後、1392年に、バイエルン・ランツフートはさらに分割。バイエルン・ランツフートは三男のヨハン2世が、バイエルン・ミューンヘイを、次男のフリードリヒが、コバイエルン・ランツフートを、長男のシュテファン3世が、バイエルン・ミンゴル・シュタットをそれぞれ相続することで、広告は3つに分割された。ランツフート継承戦争の結果、 バイエルンミュン変更ンアルブレヒト4世がバイエルンの支配者となった。1506年にアルブレヒト4世は広告の分裂を防ぐために長子相続制を制定した。1623年にマクシミリアン1世は選定校の地位を獲得した。以後のバイエルン公はバイエルン選定校と呼ばれる。バイエルン国王1806年1918年編集詳細は バイエルン国王を参照1805年にフランス皇帝ナポレオン一世とオーストリア皇帝フランツ一世との間で結ばれたプレスブルク条約でいくつかの公国は王国への昇格を認められた。バイエルンもその一つでバイエルン選帝校マクシミリアン4世ヨーゼフは1806年1月1日にバイエルン国王マクシミリアン一世となった。以後、 ビッテルスバッハ家の君主は、バイエルン国王の称号を1918年まで用いていた。共王として、有名なルートビヒ2世は1864年から1886年までの在位中に、ノイシュバンシュタイン城、ヘレン・キムゼ城、リンダーホーフ城を築いた。1918年に、ルートビヒ3世は、ドイツ革命により、王位を失った。詳細は、 バイエルンの首相一覧を参照王政崩壊後のバイエルンは、バイマル共和政下で、州首相が統治する民主的なバイエルン自由国となった。アギルロルフィング町、カロリング町、ルイト・ポルト町、オットー町、ザーリア・アサフル・ベルフケとバーベン・ベルクや、ビッテルス・バッハケ。ありがとうございます。